はい、どうも皆さんこんにちは。こちゃの映画ラジオの時間です。今日は6月2日公開の是枝監督最新作怪物について全力解説考察をしていこうと思います。先日行われたカンヌ国際映画祭では見事脚本賞を受賞し、世界に通用する監督となった是枝監督の新作。脚本には花束みたいな恋をしたや初恋の悪魔などを手掛ける超人気脚本家の坂本雄二さん。音楽を手掛けるのは世界を代表する音楽家であり、本作が映画劇版としての遺作となった坂本龍一さん。企画プロデュースには悪人や君の名はを生み出した川村元気さんと、まさに日本オールスターキャストで送り出す超話題作怪物。制作人だけではなく安藤サクラさんや永山瑛太さん、田中裕子さんなど演者も超実力者が揃い踏み。さらに主演を演じる2人は2009年生まれ、2011年生まれと今後の日本映画界を担う超逸材。映画を鑑賞する前から絶対面白いやんと声がこぼれてしまいそうな本作ですが、案の定今年の邦画を代表するような素晴らしい一本に仕上がっていました。フィルマークスでも 4.3 と素晴らしい評価を獲得しており、是枝監督史上最高の評価といっても過言ではありません。是枝監督の生み出す美しい映像と喉元を突き刺すような鋭い坂本さんの脚本。パンフレットに書いてあったのですが、是枝監督は坂本さんのファンだそうで、脚本を他の人に委ねるのは1995年の幻の光以来だそうです。一つの事象に対して三者の視点から描かれるという点でも一つのエンタメ作品として非常に面白いのですが、扱っていたテーマがテーマなだけに少し難解で、演出的に読み取りが難しい部分がいくつかありました。そこでこの動画では本作をさらに深掘りする6つの解説考察を紹介していきたいと思います。ネタバレありとなるのでこの先は気をつけて鑑賞してください。紹介するのはこちらの6つとなります。好きな部分だけ聞いていただいてもいいですし、最初から全編通じて見ていただけるととても嬉しいです。夢のコラボレーションが織りなす怪物。怪物とは一体誰なのか何なのか。前置きが長くなってしまいましたが、それではやっていきましょう。本作は少年期の同性愛の目覚めというのが全ての事象の根幹にあり、それを肯定する物語となっていました。湊とよりは成人にする際に戸惑いが生じていましたが、結果2人は2人だけの幸せを見つけることができました。彼らを同性愛者の象徴とするならば、異性愛者の象徴は湊とよりの父親でしょう。湊の父はすでに亡くなっていますが、不倫相手との旅行中に事故死していますし、よりの父は妻と別れガールズバーに入り浸っていたことが明らかになりました。異性愛者が求めた先には死と孤独が待ち受けており、同性愛者には愛が待っているという脚本。全部が全部そういうわけではもちろんありませんが、愛の形の対比構造が非常に明確で、少年たちのみずみずしさをより印象的に表す設定となっていたように感じます。麦野家と星川家も実は対照的に描かれていました。それぞれシングルマザーとシングルファーザーでしたが、それぞれ息子が同性愛に目覚めており、親同士が異なる対応をとっています。星川家は父親が完全に同性愛を認めておらず、息子のことを怪物などと罵り、耐え難いような体罰を行っていました。つまり身体的な攻撃です。一方麦野家はどうかというと、母親の沙織は湊の事情を把握していません。しかし知らないからこそ普通の男の子だと思って接しています。車の中で普通の家族を持って普通に幸せになってほしいと声をかけたり、男の子は花の名前を知らない方がモテるなど男の子にかける言葉でコミュニケーションしています。もちろん沙織は悪気があるわけではないですし、正直息子にかける言葉としては真っ当です。しかしその当たり前が湊にとって違和感を与えることになってしまいます。意図的ではないにせよ、精神的な攻撃と捉えることもできますね。2つの家族と2人の息子を通じて描かれた身体的な攻撃と精神的な攻撃も印象的でしたね。ガールズバーがあるビルに放火したのはよりなのか。答えは明確には描かれていませんが、チャッカマンを持ってスキップしながら伏見校長と会話しているシーンでは、アルコールに対して嫌悪感を抱いていることを伝えています。そのためかなりの確率でよりが放火している可能性が高いと考えています。放火した理由は父の堕落の根源であるアルコールを根絶させたかったということと、自分に対して暴力を振るう父への仕返しではないでしょうか。一方で小学生がチャッカマンを持ってガールズバーがあるようなビルに忍び込めるのか、大火事につながるような放火がチャッカマン一つで可能なのかという疑問も残ります。
本作は2人の少年が織りなす真実の友情と恋愛に普通以上に周りが過敏になることで、事件の食い違いが肥大化していくメタファーとして冒頭の大火事のシーンが取り入れられていると考えられるため、個人的にはよりが遊び感覚でやってしまった線が濃厚だと考えています。よりが一人で遊んでいた紐に重りをつけてぐるぐると回転させるおもちゃ、最終的には2人の共通のおもちゃとなりましたが、正直あまり見たことがないおもちゃでしたよね。高速で回すことで不協和音のような不思議な音を奏で、 BGM としての役割も持ち合わせていましたが、このおもちゃが表していることは何だったのか、個人的にはこの映画の構成自体を象徴しているのではないかと思いました。というのも本作は一つの物語を断片的に3つの視点で描く構成となっています。それぞれの物語では事件に巻き込まれる人と事件を起こす人がいました。例えば第1部では沙織が事件に巻き込まれ、事件を起こしたのは堀先生でした。一方第2部では堀先生が事件に巻き込まれ、事件を起こしたのは学校でした。このように人はある角度からしか物事を見ることはできないが、それは実は一つの物語としてまるで円のようにつながっていて、それを点で捉えるのではなく円で考えることの重要性をあのおもちゃに投影しているのではないかと思いました。ちょっと考えすぎなところもあると思うのですが、是枝監督×坂本雄二さんのタッグなので何か意味がありそうですよね。ラストシーンでは大嵐の中、2人の秘密基地だった錆びた電車から脱出し、雨上がりの草原を2人でかけていくシーンで終わりました。急に終わったので少し驚きましたが、結局彼らはどうなったのか。有力な説としては2人とも電車の中で死んでしまい、草原で2人がかけるシーンは死後の世界というものです。沙織と堀先生が2人を見つけ出した時の表情を読み取るに、2人が抱き合いながら命を落としている表情にも見えます。だとしたら物語としてはかなりバッドエンドですね。一方でまだ生き残っている説もあります。あの電車の中から無事に抜け出し、嵐から避難して線路へと向かっていく、あらゆるしがらみを洗い流して2人はまた一から勇気を持って未来へ踏み出していく、電車から抜け出すシーンは参道のメタファーであり、生まれ変わった2人を描いて終幕というのは筋が通りますよね。リドルストーリー的な要素としてのラストですが、皆さんはどう思いましたか？個人的には2人はまだ生きていてほしいなと思っています。本作のタイトル怪物、その意味は一体何だったのでしょうか？いろんな解釈があると思いますが、僕は怪物は存在しなかったというのがしっくりきています。というのも本作は3つの視点で描かれ、それぞれに怪物に該当するような存在がいます。沙織にとっては堀先生、堀先生にとっては学校、湊にとっては学校の生徒たち、よりにとっては学校の生徒と親。怪物だーれだというキャッチコピーに惑わされ、誰が怪物なのか、真相は何なのかと探してしまいますが、人は自分の見たいものしか見えない生き物で、絶対に誰かにとって他の誰かは怪物になり得ます。そんな理不尽な世の中で生きる2人のみずみずしい少年たちが出した結論は、怪物探しではなく自分たちだけの道を進むという覚悟。この映画が伝えたかったのは物事を断片的に捉えないこと、原因と結果の重要性、そして標的を生み出しがちなこの世の中に疑問を投げかけたかったのではないでしょうか。少なくとも僕はこの映画を鑑賞してそんな気持ちを持ちました。以上で怪物の解説考察を終わっていきます。本作のようなシリアスな作風は海外でもよく評価されているなという印象ですが、最近藤井道人監督の最後まで行くを鑑賞しまして、本作とは真逆と言っても過言ではないクライムコメディで、久々に映画館でお腹を抱えて笑ってしまったんですよね。最後まで行くは韓国映画のリメイクだったので日本初のオリジナル作品ではないですが、こういう映画もどんどん世界で評価されてほしいなと思いましたね。6月に入り今年も半分が過ぎようとしていますが、すでに名作揃いですね。ランキング形式で動画作りたいと思うので、そちらも楽しみにしていってください。以上でこの動画終わっていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いいたします。それではまた次の映画でお会いしましょう。バイバイ。